この動画では外頸動脈の画像解剖について説明していきます。総頸動脈から内頸動脈と外頸動脈に分かれますけれども、頭蓋内の動脈である内頸動脈に関しては比較的見慣れていますが、外頸動脈に関しては非常に分子が多く勉強が億劫であったり、また勉強が手薄になっている方も多いかもしれません。この動画の目標としては、そのような外頸動脈について基本解剖を理解し、走行や分子を理解すること、そして画像上でどのように走行しているのかについて理解することを目標にお話していきたいと思います。このような分子について勉強していきますので、外頸動脈について詳しく知りたい方はぜひここから先の動画もご覧ください。それでは始めさせていただきます。外頸動脈は頭蓋内を栄養する内頸動脈に対して頭蓋腔の外を栄養する血管です。分子に関しては様々な分子がありますけれども、前側、内側、後ろ側、周肢というふうに分けて整理すると覚えやすいです。まず全身については、甲状腺や喉頭、胸鎖乳突筋を栄養する上甲状腺動脈、口蓋底や舌を栄養する舌動脈、顔面腺層を栄養する顔面動脈に分かれます。内側の枝に関しては、咽頭壁から頭蓋底を栄養する上口咽頭動脈、後ろ側を栄養する枝に関しては後頭部を栄養する後頭動脈、耳の部分を栄養する後耳蓋動脈に分かれます。最後に2つ周肢があり、咀嚼筋や顔面の口内側部を栄養する顎動脈、そして側頭部や耳蓋の一部を栄養する腺側頭動脈となります。それでは 3D の画像を使って外頸動脈の全体像について見ていきたいと思います。首の血管である走頸動脈は前側の外頸動脈と後ろ側の内頸動脈に分かれます。内頸動脈は頭蓋内に入っていく特徴がありますが、外頸動脈は顔の表面付近を栄養する特徴があります。この外頸動脈、多数の分子を出しますが、前側、内側、後ろ側、周肢と整理していくと分かりやすいです。まず外頸動脈から前に出ていく血管について見ていこうと思いますが、最初に外頸動脈から前に出る血管として上甲状腺動脈があります。このように下降していく血管ですけれども、名前の通り甲状腺付近を栄養します。甲状腺の他に喉頭や舌骨下筋、胸鎖乳突筋などを栄養する血管です。続いて外頸動脈から前に出る血管として、この舌動脈があります。こちらも名前の通り舌やその周辺を栄養する血管です。続いて前側に出る非常に太い血管がありますが、こちらが顔面動脈です。顔の表面付近を栄養していく血管ですけれども、最終的には内眼角、つまり目頭の周辺に至ります。口蓋や下顎、顎下腺、唇などを栄養していく血管です。続いて外頸動脈から内側に出る血管について見ていこうと思いますが、こちらに非常に細い血管がありますけれども、この上行していく血管が上行咽頭動脈です。咽頭の側壁を上行して、咽頭、扁頭、軟口蓋、耳管などを栄養していく血管です。続いて外頸動脈から後ろ側に出る血管について見ていこうと思いますが、この血管が後頭動脈です。名前の通り後頭部を広く栄養していますけれども、ここから下降して頭蓋頸椎後部や頸部の筋肉を栄養していく血管でもあります。続いて外頸動脈から後ろ側に出る血管として後耳蓋動脈があります。耳蓋の後ろ側を上行して耳やその付近を分布する血管となっています。最後に周肢については、この腺側頭動脈と顎動脈の2つがありますが、まず分かりやすい腺側頭動脈から見ていきます。この腺側頭動脈は側頭部を広く栄養する周肢となっています。顔面横動脈や胸眼下動脈、そして前頭視や頭頂視などを出す周肢となっています。そして最後に顎動脈ですけれども、このように外頸動脈から前に出ていく周肢ですが、周りの骨が分かりづらいので消していくと、
このように顎動脈から前に出ていき、多数の血管を出しています。最終的にはこの眼下の下側のあたりまで至っていることがわかります。放射線技師が知っておくべき特に重要な血管として、こちらの中硬膜動脈があります。名前の通り、こちらに脳の硬膜がありますけれども、中硬膜動脈はこちらの硬膜を栄養していく血管となります。硬膜外血腫において、重要な責任血管となっており、こちらの血管については顎動脈の枝として特に重要なので、ここで取り上げておきたいと思います。以上が外頸動脈の分子となっており、一つ一つ詳しく見ていきたいと思います。上甲状腺動脈スーピリアサイロイドアーテリーは外頸動脈から最初に分子する枝となっています。一度上方向に凸を描いた後、下方向前方に走行します。一般的には外頸動脈から分かれるとされますが、中には総頸動脈から分かれる場合もあるとされています。支配領域としては甲状腺、喉頭、狭窄乳突筋を栄養し、分子としては甲状腺の全部後部を栄養する前子と後子、舌骨付近の南部組織を栄養する舌骨下肢、狭窄乳突筋を栄養する枝、喉頭筋や粘膜を栄養する上喉頭動脈、臨場甲状筋を栄養する臨場甲状腫に分かれます。舌動脈リンガルアーテリーは外頸動脈から2番目に分かれるレーダーとなっています。外頸動脈から分かれた後、前方向の内側に向かって走行し、口蓋底や舌を栄養します。分子としては舌骨の上側を栄養する舌骨上肢、舌肺を栄養する舌肺肢、舌下腺や粘膜を栄養する舌下動脈、舌腺まで達する中肢である舌心動脈に分かれます。顔面動脈フェイシャルアーテリーは FA と略され、外頸動脈の3つ目の前肢となります。顔面の皮膚や化学、顎下腺、口腔などを栄養し、分子としては咽頭、外側を栄養する上口口蓋動脈、口蓋扁桃を栄養する扁桃子、顎下腺や音蓋下を走行する音蓋下動脈、唇を栄養する上唇動脈、下唇動脈、鼻翼の方に走行する外側鼻動脈、そして内眼角に向かう周囲である眼角動脈があります。血管造影の画像を見てわかるように、顔面動脈は一旦上方に凸を作った後、前方の外側の方向に走行していきます。またこちらの画像のように、舌動脈と共通管を作っている場合も多いとされています。上口咽頭動脈アセンディングファランジールアーテリーは外頸動脈から内側に出る内側歯となります。非常に細い血管であるため、血管造影の画像では分かりづらい場合もあり、 CT の画像で恐縮ですけれども、このような外頸動脈から内側に出て上行していく血管となります。血脂部としては上甲状腺動脈よりも上が多いですけれども、時に上甲状腺動脈よりも下から出たり、内頸動脈や喉頭動脈から出る場合もあります。分子としては硬膜の後ろ側を栄養する硬硬膜動脈、咽頭筋口蓋扁桃耳管を栄養する咽頭歯、骨質下部を栄養する下骨質動脈に分かれます。続いて後ろ方向に走っていく枝について見ていきたいと思います。喉頭動脈オクスピタルアーテリーは OA と略され、一つ目の甲子となります。後方に走行していく血管ですけれども、頭蓋頸椎移行部、甲頭蓋下、咽頭、上部頸椎周囲を広く栄養します。こちらは外頸動脈からの枝ですけれども、時に内頸動脈から分岐することがあり、椎骨動脈と吻合する場合があると報告されています。分子としては後頭部を広く栄養する部分、耳介、狭窄乳突筋、頸部の筋肉、顎二腹筋などの筋肉、硬膜などを栄養する枝があります。最後に外頸動脈の2本ある周肢について見ていきたいと思います。顎動脈マキシラリーアーテリーはこの部分で線側頭動脈と顎動脈の2本の周肢に分かれますけれども、正面像で内側に走る血管の方が顎動脈となります。外頸動脈の中では最も分子が多く難解な血管だと思われますが、側頭骨、下顎骨、耳下腺、
鼻咽腔、副鼻腔、髄膜、眼科、脳神経など多岐にわたって栄養します。分子に関してはこのように非常に多いですけれども、文献によって異なりますが、ファーストパート、セカンドパート、サードパート、3つのパートに分けて区別する書籍が多いように感じます。こちらの動画でも3つのセグメントに分けて整理しようと思いますが、第1区は化学部もしくは化学支部と呼ばれます。耳や髄膜、歯槽を栄養する領域で、心耳介動脈、前鼓室動脈、中硬膜動脈、下歯槽動脈に分かれます。第2区は翼突部もしくは翼突筋部と呼ばれ、頬や咀嚼筋を栄養する領域です。咬筋動脈、心側頭動脈、翼突筋糸、胸動脈に分かれます。第3区は翼口蓋部と言われ、歯槽、眼窩、頭蓋底、口蓋などを栄養します。甲状歯槽動脈、眼窩、下動脈、下口口蓋動脈、翼突管動脈、超口蓋動脈に分かれます。前側頭動脈、スーパーシャルテンポラルアーテリーは STA と略され、顎動脈とともに外頸動脈の収支となります。この分岐部分から垂直方向に上行して皮下に広がっていく血管です。咬筋、眼輪筋、側頭筋などの筋肉、頭頂部、前頭部などの皮膚、耳下腺、耳介などを栄養します。もやもや病におけるバイパス術などで使われる血管です。分子としては前頭部を栄養していく前頭視、頭頂部を栄養していく頭頂視、分岐部分からこのように水平方向に広がっていく顔面横動脈、眼輪筋を栄養する胸骨眼窩動脈、側頭筋を栄養する中側頭動脈、そしてこの耳介の部分ですね、耳の部分を栄養する耳介歯、そして耳下腺を栄養する耳下腺歯が分子としてあります。それでは造影 CT の画像を用いて外頸動脈の枝について見ていきたいと思います。まずこちらに総頸動脈がありますが、ここから上に上がっていくと、前側の外頸動脈と後ろ側の内頸動脈に分かれます。この外頸動脈の枝について見ていきますが、まず前肢、前側を走る枝について見ていきます。この外頸動脈が出てきたすぐ、この部分に前側から枝が出ていると思います。こちらが最初の枝である上甲状腺動脈です。ここから下に下がっていきますが、この枝を追っていきます。この部分、この部分となっていき、ここで甲状腺に合流していることが分かります。こちらが上甲状腺動脈です。再び元に戻って、こちらが内外径の分岐ですけれども、ここから上に上がっていきます。そうすると、ここでまた前側、そして内側に出ている枝があると思いますが、こちらが2つ目の枝である舌動脈です。この部分で屈曲し、ここから下に下がっていきます。そうすると、この部分、この部分となり、ここから前の方向で舌の方向に向かっていることが分かります。こちらが舌動脈の走行となります。再び内外径の分岐に戻って、ここから上に上がっていきますけれども、これが外径動脈ですね。今度はこの部分からこの枝が前側を出ている枝となります。こちらが3つ目の枝である顔面動脈です。外側に向かって屈曲し、このように顔面方向に向かって走行していきます。こちらが3つ目の前肢である顔面動脈です。以上、上甲状腺動脈、舌動脈、顔面動脈が外頸動脈の前側を走る前肢となります。続いて、内側を走る上行咽頭動脈について見ていきます。こちらは冠状段の方が分かりやすいので、冠状段をスクロールしながら見ていきますけれども、この部分に内外径の分岐があって、こちら今見ていている太い血管は内頸動脈となります。ここから前に戻ると、少し細い外頸動脈が前側にありますが、この外頸動脈からこの細い血管、分かりますでしょうか。この細い血管が内側を走っていると思います。こちらが上行咽頭動脈です。この部分を上に走っているこの細い血管ですね。こちらが上行咽頭動脈となります。それでは再び横断像に戻って、今度は後ろ側を走る後肢について見ていきたいと思います。総頸動脈から前側が外頸動脈ですけれども、ここから上に上がっていくと、この部分でこの血管が後ろ側を走っていると思います。こちらが最初に出る甲肢である後頭動脈となります。追っていくと、このように後ろの後頭部に向かって走行していることが分かります。
では一旦内外形の分岐にまた戻りまして、ここから外形動脈を上に上がっていきますが、こちらが後頭動脈ですね。さらに上に上がっていくと、この部分ですね、非常に細いですけれども、この血管が後ろ側を走る2つ目の甲子である後方次回動脈となります。この走行っていくと、この血管が耳下腺や耳の方向に向かって走行していることがわかります。以上、後頭動脈と後次回動脈が外頸動脈から出る後ろ側の枝、後枝となります。最後に周枝について見ていきたいと思います。内外頸の分岐から一気に上に上がっていくと、こちら外頸動脈ですけれども、この部分ですね、この部分からこの内側に行く非常に太い枝と、この細いですけれども外側に行く枝に分かれていることが分かります。この内側に行くこの非常に太い血管が顎動脈となります。ここから走行を追っていくと、このように屈直しながらこの副鼻腔方向に向かっていますけれども、こちらが顎動脈となります。もう一つのこちらの細い枝ですけれども、外側に向かって走行していき、頭蓋骨よりもさらに外、この皮膚の部分を栄養していることがわかります。こちらが線側頭動脈となります。このように周囲は顎動脈と線側頭動脈の2本があることをしっかり押さえていただいて、それぞれの走行について確認していくことが重要だと思います。周囲については感情団でも確認していきたいと思います。内外径の分岐で、こちら内径動脈ですけれども、マイカーに行くとこちらが外径動脈ですね。この外径動脈を追っていくと、こちらに続いていきますけれども、この部分で内側を走る血管と頭蓋骨の外を走る血管に分かれていると思いますけれども、この内側を走る血管が顎動脈、外側を走る血管が線側頭動脈となります。このように周囲は2つの方向に分かれていますので、その走行を確認いただけたらと思います。それでは今回の動画の内容についてまとめていきたいと思います。今回は外頸動脈の解剖について見ていきました。外頸動脈は様々な分子が出ていますけれども、前肢、内側肢、後肢、周肢というふうにどの方向に走っているのかによって整理していくと分かりやすいと思います。前肢としては上甲状腺動脈、舌動脈、顔面動脈、内側肢として上甲咽頭動脈、後肢として後頭動脈と後次回動脈、そして周肢として顎動脈と線側頭動脈について見ていきました。以上が今回の動画のまとめとなります。動画作成にあたって参考にした書籍やホームページは以下の通りです。今回の動画が皆さんの普段の業務に少しでもお役に立てれば幸いです。それでは今回の動画はここまでにしたいと思います。お疲れ様でした。動画を最後までご覧いただきありがとうございました。このチャンネルでは放射線技師向けの動画を発信していきます。一流の放射線技師を目指して、ためになる分かりやすい動画を目指していきます。気に入ってくださった方はチャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。